ましたね。はあ、あ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 あ、快適です。道の駅氷見が出てきたら、じゃあ結構まだ氷見の駅は結構もうちょっと北の方なんだから、あの道の駅って案内が出てたら、多分あのやつでしたね、途中で言ってた、そう、 Google Earth から拾ったから、あれだったら、こいつ覚えてたらここで出してるけど、出してなかったらごめん、忘れてそのまま編集してあってるの。まあまあ便利よ、パン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 、まあまあ便利、パン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 、七尾まで30キロあっという間じゃ、あっという間じゃ、はあ、指先で佐々木トンネルだった。うん、山田君が一気に来る。七浦。どこから仕掛けてあるんでしょうね。ああ、そうしてもいいね、ダーダーブラーまで行きましたよ。マジでこのまま行けちゃうの、ブエー、マジで。めちゃくちゃ順調に来てるよ。いや正直朝一から入るとはいえ、この3駅全部ちゃんと回れると思ってなかったもんな。今だったら全然回れるもんな。七尾泊まりってなった。ってことはもうすぐ石川かい？石川かー、来たかー、来たかな、これあらららら、あはは、まだ2時半になってないよ。マジいいの、いいんすか、こんなすんなりついちゃって。あー、マジっすか。ちょうど県境に、何パーキングエリアが何かあるのかな、飲料区間だからあれかな、ドライブイン併設とか道の駅併設みたいな感じにしたのかな。こっち参りました。いい、ちょうどつまり出してるし、ちょっとそこは一回言うのかな、言うて動きっぱなしでしたからね、ちょっとね、ちょいと疲れは来てますからね。よし、撮影の時必殺のショートスリーパー戦法でいきましょう。もともとロングスリーパーなんで、付け合い場ですけどね、真の、ショートスリーパーではないですからね。
とさ、中身良さそうじゃない？いいんじゃない？これ、ちょうどちょっと登ったところにあるし、これは仕掛けがとか綺麗に望めるんじゃないかい？休む気満々で入りやーす。で、ここから石川県なんだ。本当に県境だ。すげえ。県境のど真ん中だ。そして、もう見事に車がいない。え？何これ？あ、本当に自販機とあれがあるだけだよっていう感じみたいですけど。驚くことにほどに車がいない。せっかくだからちょっと見よう。あ、まあまあ暑くなってきてるね。あ、向こう側だ。あ、向こう側はちょっと売店みたいなのがあるみたいだけど、こっち側に立っては本当に売店のかけらもないんだ。なるほどね。で、石川県とちょうど本当ほぼほぼここなんですね。本当にこの辺りを境目にして石川県と富山県があるみたいですね。で、今、ずっと来てましたけど、氷見が、とか奈良浦の辺りが、この辺り氷見市が、ちょうどやっぱ端っこなんですね。富山の端っこなんですね。で、今度七尾市の方に入っていくということで。で、羽咋市とかは、これは石川の方に入ってくるんですね。で、今から行くのが、こっからさらにもうちょっとすっと行くと、こんな感じで、あの普通の国道をずっと行くよりも、こっちの方から行くとそのまま、七尾の方に出れると。で、まあまあこのままでちょっと見たら、またこっからすっと行って、このままスーッと北陸道の近くの方まで出れる感じにはなってそうなんで、そうすれば北陸道から中国自動車道に乗って、北陸道、名神、中国自動車道で、吹田から中国自動車道で、山口に行けるね。うん。マジか？何言ってんだ、こいつ。何言ってんだ？で、ここが県境のトイレ。県境、境目は一応そこってなってるね。あ、でもそこっちに富山県ってなってるから、ここがちょうど今、ある、ちゃんと線引いてあるぞ、ここね。またいじゃった。ここちょうど県境らしいです。あー、今ちょっとまたいじゃいましたね。あー、またいじゃった、またいじゃった。あらららら、この先だから、そこのその側溝あたりはちょっと管轄分かれるところかな。なるほどな。こうなんですね。なるほど。あ、そこに青い線ある。あ、なるほどね。そこの青い線、こいつが県境なんだな。なるほどな。案内板は案外ちょっと外して書いてあるんですね。ちゃんとこの真上には書かないんですね。富山、結構富山このラインから見てみたら、富山手前に攻めてきてない。結構攻めてない？ん？石川がこっち側に押さえてとか、ここは富山の領土とかになってるから、もうこれはちょっと富山をこっそり看板で押し返してるね。どうなるかな。いいっすか、これぐらいで広げるの。よし。よし。すごいな。案外見どころあったね。よし。あ、2台目の車も来た。よし。これは下りの方が絶対見栄えもいいんだろうな。あっち側だったら海見えるんだろうな。あっち側はいっぱい上がってると思うけど、山側だってちゃんと県境あって、あのこの勢いでいったらそこに県境のあれ、ああでもそっちに、じゃあね、暑いしね、まあ、ちょっと、この後のね、着いてからの、時間とか段取りをね、チラッとチェックしながらね、ちょっと仮眠取ろうかな。夜になってたらどうしよう。怖いよ。このペースで寝てるときはね、
言うて、あの10時から起きてますからね。あ、普通に今から6時間寝たら2時やか、8時間寝たら10時、あ、2時やから14時やからね、8時間寝たら10時、あ、大丈夫かな、人もいねえし、全然余裕で寝れそうなのか、怖い。まあ一応ちょっと消えます。まあ大丈夫、明るいうちに絶対次作って。